やばい。あ、ちょっとあの、あ、結構ちょバレた。どうぞ。あ、やばいな。あ、そうですね。え、だいぶやばくないですか。めっちゃ楽です。あ、ほんまですか。はい、なんでやろ、うちの椅子と全然違う。なるほど、はい。ドキドキ。なんか笑ってる。染色ですね。はい、はい、染色していきます。あ、手震える。何が言うんですよ。ねえ、これもなんか手震える。薄いでいいですか。あ、どうぞどうぞ。はい、あ、怖いよ。どうめっちゃついてるんちゃうかな。あ、やばい。あ、ちょっとあの、あ、結構ちバレた。どうぞ。あ、やばいな。あ、そうですね。え、だいぶやばくないですか。そう、まあ歯茎部は残ってないので、ちょっとあのあれですね、忘れましたね、これ。前忘れ忘れてますね。え、どうしたら、普段はこうタオルこうやってかけてるんですよ。あ、はい、はい、今日なしでいきますね。なしで、あの本当かけます。はい、はい、で少し右の方へ向いてもらっていいですか。これいけてます。うん、はい、で引っ張りますね。ここ引っ張ります。この地形部、あのポケットの方に向けて同僚にやってもらった時もみんなもういやいや、もう汗いっぱいかくってみたいな、めっちゃ感動書いてるんですが、申し訳ない。ちょっとまた出ますね。で、うがいしてもらいます。起こします。ふぅ、ありがとうございます。これお返ししときます。こっちだけで、こっち行きます。こっち取れてたら。しょ、すんません、遅くなって。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。いい、ありがとうございました。どうでした？まず、はい、痛くない、はい、染みない、はい、ツルツル最高って感じです。最高です。ありがとうございます。あの、そう、はい、私が一番嫌なのがまず染みるなんですよ。はい、もうとにかく染みるんで。おっしゃる通り。それが大丈夫やったと、あと。エアフローって痛いと思ってたんで、うん、もうちょっとその足つけたんで、確かなんかイケメンですね。え、マスクしてる、マスクしてるからやな、さては。違うみたいな。違います。はい。で、痛いと思ってない、痛くない、あの塩のやつしか、うん、したことないんで、はい、あの痛くない、はい、で痛くないのにツルツルな、私びっくりします。中野歯科の院長、中野です。今日は中野歯科のトム・クルーズを紹介します。どうぞ。中野歯科の北川雄介です。笑っちゃった。頑張ります。はい、よろしくお願いします。中野歯科に来てね。顔が似てるから、ね、あ、トム・クルーズ顔が似てるから、はい、すごい。日本人ですか。日本人です。お父さんもお母さんも。、はい、すごい。